第4節ホルモン療法内分泌療法乳がんや前立腺がんではその増殖にホルモンが深く関係していますこのため乳がんや前立腺がんをホルモン依存性のがんと呼んでいます女性に多発する乳がんまれに男性にも発生するは女性ホルモンで増殖が促進され男性ホルモンで増殖が抑制されます逆に 高齢の男性に多い前立腺がんは男性ホルモンで増殖が促進され女性ホルモンで増殖が抑制されますこのため以前は進行した乳がん患者の卵巣を切除したり前立腺がん患者の抗がんを摘出したりしてホルモンのバランスを調節しがん増殖を抑制する治療法が行われていましたしかし現在では ホルモン剤やホルモンの生成を阻害する薬など優秀な薬剤が開発されてこのような手術は行われなくなりましたこのようにホルモン剤やホルモンを調節する薬剤を使用してホルモン依存性のがんを治療する方法をホルモン療法ないし内分泌療法と呼びかなりの延命効果が認められます化学療法に比較すれば ホルモン療法の方が有効で著名な延命効果があり副作用も軽度ですしかし有効であると言っても完全に治癒させることは困難ですまた有効ながんの種類が乳がんや前立腺がんなどに限られているのが欠点です数に代表的ホルモン製剤の構造式を示しますクエン酸タモキシフェンは商品名ノルバデックス 酸メドロキシプロゲステロンが商品名ヒスロン H です。